現実がどうやって現実になるのかって、量子力学とか、夢を叶える方法とか、引き寄せの法則とか、学んでいくと、なんか難しくなってしまうけど、めちゃくちゃいい例えがあるんよ。例えば、Google とか、ChatGPT とか、今あるけど、その検索欄に自分が何を入れるかによって、検索結果変わるでしょ。で、その入れたものに対して、関係するものが出てくるやん。これが現実と同じなよ。 自分の頭とか自分の潜在意識の中にどんな言葉を入れるかとかどんなイメージを持ってるかによってそれに関係することが現実になってくるわけよ。だから嫌なこととかネガティブなこととか自己否定するようなことを日々ずっと考えているとそれにつながるような現実が現れるしもっと自分は良くなれるとかもっと楽しく生きたいとかもっと今は幸せだなって思えるとそれに通じるような現実が現れるわけ。 そう考えていくと自分がどういうあり方でいればいいかとかどう日々捉えていけばいいのかっていうのが分かってくるよね。だから日々感謝の気持ちを持ててると幸せだなって感じれるよね。